和装の湯浅二郎湯浅二郎昭和7年6月7日は日本の明治から昭和戦前期にかけての政治家、実業家、社会運動家、画号は運慨。弟は詩人の湯浅義郎、上野国水軍安中宿にて味噌醤油醸造業者、有田屋を経営する湯浅二郎吉、模様の長子として生まれる、実家の有田屋は父、二郎吉の代に、 南京米や魚油の輸入、産紙の輸出、販売も手掛けていた。源氏元年に有田や三代目投資となる、福沢諭吉の著書を読んで教育の重要性を認識した湯浅は、明治5年に安中に私立図書館、貧覧者を設置し、図書館事業の先駆となった。同郷の新島城と親しく交わり、明治11年彼を中心に安中教会が建設された時に、 キリスト教の洗礼を受けた。翌年、薄井軍書記、さらに明治十三年には、群馬県会議員となり、同十六年には、県会議長に就任して、廃章運動の先導役となった。明治十六年五月に、東京で行われた第三回全国キリスト教神と、大神木会の幹部になる。明治二十三年の第一回衆議院議員総選挙に、群馬県第5区から立候補して、当選。 衆議院議員となるも、明治27年国政から引退する。その後は、家業の発展と、社会、文化運動に力を尽くす。安中小学校設立に関与し、新島の同志社や議定、徳富祖法の民有者を経済的に支援したほか、同志社、日本鉄道、日本組合キリスト教会などの理事を務めた。また、形成者を設立して、 内村勘蔵らの出版事業を助けた。形成者では国雑誌を刊行している。明治25年には京都に移住し、新一孫の同志者理事として立て直しに尽力した。また文化人としても活動し、海老名誕生、山室群平、深い英語などと信仰があった。晩年は家業を息子、三郎に譲って同志者のある京都や形成者のある東京で過ごした。 昭和7年6月7日、肺炎で死去、83歳、1883年5月12日午前8時に、東京九段坂の鈴木真一の写真館で、撮影された第3回全国キリスト神と、大神木会の幹部の記念写真、湯浅は、前列右から3人目大変な子だくさんで、最初の妻、友子との間に6人、5歳の上子との間に8人の子を設ける。 2009年現在も、制御中、有田屋オフィシャルページ中仙道を挟んで、有田屋社屋の向かいに、ビンランシャ社との石碑が残されている。後年、新島城の没後30年を記念して建てられた、新島城記念街道の建設にも関わっていると、される、安中協会公式ページ、同志社3 180から181ページ、ありがとうございます。